逃れられると思うな。申し訳ありません。よろしい。彼を消去しておいてください。所詮彼は改造コンパクモッドソウルですから。では私は先に戻ります。ちょっと待ちなよ。嫌がる少女を無理やり、あまりいい趣味じゃないな。ほう、一度いいのか。好き勝手すると主人に怒られるだろう。別にイチゴが主人ってわけじゃねえよ。波動の4、略は非連結。クインシーですか。よほど私どもに興味を持たれたようですね。君たちに興味はないが、あまりこの町に揉め事を持ってきてほしくないんでね。引け。そうすれば僕も手は出さない。こちらこそ大事にはしたくないんですよ、クインシー殿。しかし私どもの障害となるならば、あなたも消去すべき敵と判断しなければなりません。障害となるつもりはない。もっともすでに君たちは敵であると判断させてもらった。結構です。私が責任を負いましょう。霊視結合を弛緩させ自らの力へと変えるもののようですが。よく知ってるじゃないか。見たところ君のその格好、僕が忌み嫌う科学者と重なるな。黒土隊長のことですね。彼は私の上司にあたります。やはりな。だからこそ僕のゼーレシュナイダーの情報を知っているのか。いえ、私は初見でございます。初見？初見でもその程度のことは即座に分析できます。私はあの方とは違い、冷静な科学者という部類ですので。気の毒ですが、その技では私を捕らえるための速度が圧倒的に足りません。そんなことは分かっているさ。簡単なことさ。確かに銀霊孤爵のスピードでは君は捕らえられない。ならば僕の非連脚のスピードを上げればいいだけのこと。君はあの科学者をあまり好んでいないみたいだね。残念だ。敵でなかったら気が合いそうなのに。とんでもない。黒土隊長を好んでいない？とんでもないことでございます。気づか。彼は素晴らしい上司です。いささか性格にムラがありますが、尊敬しております。ただあらゆる面で私が優れていた、それだけのことでございます。どういうことだ。狂え、雷空。その必要はありませんよ。あなたに理解するための時を与えるつもりはございません。そんな、あの距離は全く見えなく。お待たせして申し訳ない。キラ副隊長、伊勢副隊長、モッドソウルは私が消去しますので。すぐに楽にして差し上げます。まだ息がありましたか。奴の動き、動きが早いとかそういう以前の問題だった。まるで
奴が動いた時間だけが切り取られたかのようだ。命をもてあそぶような形になり申し訳ない。今終わらせます。波動の4、よくない。ほう、石田の傷を治してくれ。でも俺が何とか時間を稼いでみせる。時間を稼ぐですか。まるで時間の所有権があなたにあるかのようですね。敵であると判断させてもらった。結構です。私が責任を負いましょう。この攻撃は霊視結合を弛緩させ自らの力へと変えるもののようですが。よく知ってるじゃないか。見たところ君のその格好、僕が忌み嫌う科学者と重なるな。黒土隊長のことですね。彼は私の上司にあたります。やはりな。だからこそ僕のゼーレシュナイダーの情報を知っているのか。いえ、私は初見でございます。初見？初見でもその程度のことは即座に分析できます。私はあの方とは違い冷静な科学者という部類ですので。気の毒ですが、その技では私を捕らえるための速度が圧倒的に足りません。そんなことは分かっているさ。別にイチゴが主人ってわけじゃねえよ。波動の4、略だ。キレンキョクインシーですか。よほど私どもに興味を持たれたようですね。君たちに興味はないが、あまりこの町に揉め事を持ってきてほしくないんでね。引け。そうすれば僕も手は出さない。こちらこそ大事にはしたくないんですよ、クインシー殿。しかし私どもの障害となるならば、あなたも消去すべき敵と判断しなければなりません。障害となるつもりはない。もっともすでに君たちは敵であると判断させてもらった。結構です。私が責任を負いましょう。この攻撃は霊視結合を弛緩させ自らの力へと変えるもののようですが。